で身内が名古屋でうなぎ屋なんですね。名古屋、はい、あ、そうなん、関西なんですね。大体140年ぐらいの歴史が長いあって、僕自身も小学校6年、5年間ぐらいからうなぎ咲いてるので、うん、そうなの。だから今もじゃああるんですか。何歳の時ぐらいの時にこっちに来て、東京に来たのは何歳ぐらいの時ですか。ですね、都内に出てきたのは10年ちょっと前ぐらいに別の、うん、まあ、某会社ですね、うんうん、その教えてた以前のまだ、うん、あの地焼きのうなぎが都内で流行ってなかったので、うんうん、あの地焼きのうなぎをね、うん、流行らしたいっていうことで呼ばれて、今でも結構多くなりましたよね、名古屋とか大阪の。そうですね、うん、まあ、僕が出てきた頃はまだそんなになかったんですけど、ここ4、5年ですかね。ね、うん、そうですよね。え、じゃあ向こうでも地焼きでやってらっしゃった時あるんですか。そうです、そうです、うん、もうあの実家も全部地焼きです。あ、僕の実家山梨なんですけども。山梨ですか。山梨のお店も地焼きです。へ、いとこが、まあ、うん、名古屋のお店を3店舗くらい。あ、すごい。じゃあもう名店でしたね、100何年も続けてらっしゃるのが。そうですね、うん、あの名古屋で言えば結構有名なお店ですよね。え、通気はなかったんですか。通気は僕の自身はあれですね、一緒にやってたんですけども、うん、やっぱりほら友人なので素直にいろいろ言い合っちゃうと。ああ、逆にね。結構あるんですよ。なるほど。ある時一緒にやってても、うん、お互いや、あの、うん、ダメになっちゃうんで、あ、出てくれと。それが10年ちょっとぐらい前ですかね、うんうん、で都内でできて、で都内でうなぎを広げて、でコロナの時にそこの会社さんがあれですね、みんなの給料を下げるって言ったので、みんなのですね、従業員が1200人ぐらいいるんですよ。大きいね。給料を下げるというので文句言ったんですよ、うん、代表が。そういうよね、うん、そしたら遠回しにやめろみたいなこと言ったので、じゃあやめる。あのしばらくあの山梨のシャトレーの会長さんにお世話になってて、うんうん、あ、そう。一緒、じゃあ向こうに帰って実家で、うん、そうですね、あのシャトレーゼのリゾート、まあ、ホテル事業とか、うん、毎月店舗数くらいあの、うん、買収してたので。そうなんだ。そういうところをお手伝いして、うん、でそんな時に時藤さんが何とか声を、うん、一緒にやりたい。出会いはどこ。出会いは、出会いはもう本当に都内で働いてた時に、うん、Facebook とかに、ね、あ、やりとりメッセージの。あ、そう。で、そこから中村さんから会話するようになって、中村さんからこう送って、あ、どっちかが覚えてないですけど、覚えてないけど、うん、で、辞めた時にで、出店前に、出店してから、出店してから、ね、あ、してから、うん、あの僕がもう辞めちゃったのを知ってたので、うん、だってね、有名店結構歩いてますもんね。ドーポンヒルズのお店とか。そうですね、うん、一緒にやりましょうって話をいただいたので、まあ、シャトレーゼでね、うん、ホテルオープンしててもあんまりあれなので。へえー、で今はじゃあ家来担当でやってらっしゃると。そうですね、あの、まあ、こちらは時藤自身自体は、うん、あの、うん、江戸前ですね、蒸し焼きのうなぎですから、うんですよね、うんうん、僕 の、 あの焼きの時は、うん、まあ、なんていうんですかね、突発的に、うん、あの予約が全然ない時とか、突発的に、じゃあ今日地焼きやりましょうみたいな。あ、そう、もう気分、気分っていうか気分、そうですね、うんうん、そういう時に、まあ、僕のうなぎを食べていただくみたいな、うん、また全然違うでしょうね、あの、うん、別店舗でやるような話になってるんですけども、うん、それまではとりあえずそういった形でちょっとサポートしてる、うんうん、だいたいいつも予約はこの少人数でやってるんですか。そうですね、こちらとあの奥の個室のお部屋。あ、個室は何室ぐらいあるんですか。個室っていうのはあのカウンター形式の部屋なので、うん、あ、そう、6部屋、6人ですね。へえー、ね、あの中村さん、インスタでつながっててね、そうです ね、 ね、はい、でね、時々時藤さんって出してたから、もしかしてそうかなと思ってね、半信半疑で送ったんですけど、丁寧に返してくださって、はいはい、ね、よかったわ。そうか。